どうも、シャーペンです。今回は、伝説的神ガチャ、アゲインガチャがですね、3日に来るというわけで、8月3日12時から、揚げ玉が配布されて、その揚げ玉で引けるってものなんですけども、これモンスト開ければ誰でも引けるんですよ。ただ、それの内容は最低でも30連ガチャと限定キャラ1体確定っていう優秀3のもので、対象もオールスター感謝ガチャと一緒の感じ。まあ、ほとんどの限定キャラクターが入ってるっていう。まあ、アルファとか出ないですけど、もうよくわかんねえっていう人いると思うんですよね。まあ、前回体験してる人はこの凄さわかりますけども、まあ、とりあえず今回は僕が思う当たりキャラクターですね。このキャラ引いたら喜んでほしいっていうものを紹介していきます。で、まずは強さとかそういう面の前に推しキャラクターですね。これは多分イラストが好きとかボイスが好きとか何でも理由あると思いますけども、まあ、とにかく好きなキャラクターだったら何体いても困らないんではないかなと思います。まあ、僕ヒミコ好きなんですけど、ヒミコ何体いてもいいですし、何で運極にしたいですから、全部ヒミコでいいですから、ね。まあ、関係ないですけど、モンスターのキャラ全部に推してる人ってのは一人はいると思うんで、まあ、どんなキャラでもこいついらねえと言わないようにしてますね。思うのはいいかもしれないですけど、公に出すことではないですから、その辺は気をつけてますね。で、こっから性能面ですね。玄関今日トップクラスキャラクター。まあ、今モンスターの日とかで何なら人権とか言われている三重士だと思ってるんですけど、エクスカリバー、ローレダイ、トゥーフォール。まあ、この3体引けたらもう、飛び跳ねていいと思います。やっぱり中でもトゥーフォールですね、ここは。まあ、普段も属性限定で引きづらいですし、で、しかも複数体でも絶対困らない。艦隊分とかでもいいですから。結局、トゥーフォールが今回一番引いたら喜びますね。ほとんどの人は。で、次が、引きづらいガチャの限定キャラクター。まあ、これ全部のガチャの星5の確率が一律 12% になったんで、マシにはなってるんですけども、やっぱり属性限定とかオリエンタルトラベラーズってすごい引きづらいじゃないですか。なんでこのリスクのないタイミングでその辺の限定キャラを抜けたら、超美味しいですし。まあ、その中でしかも強キャラだったらなおさらですよ。まあ、現状弱かったとしても重心化、重心が深い、情報修正とか、救済はあるんで、中でもいいってなると、オリエンタルは、陽気比とか、王将くん。まあ、その辺とか属性限定やっぱり天下五剣の3体現在いますけども、この3体引けたら超嬉しいですね。複数体持ってる人も相当少ないと思いますし、3人とも仕事が明確にあるんで、この辺がいいところです。で、新天使組もそろそろ重心化が現実的になってきたんで、この辺で持っておくと嬉しいかもしれないです。で、まあ、あとモンコレデラックス組も、まあ、さすがにルシファーとか最強とはないですけども、便利ではあるんで、ここで引けたらいいなっていう。まあ、とりあえず、属性限定、オリエンタル、モンコレデラックスあたりの限定引けたらいいですね。で、あとはコーナーアイドルに再鉄製とか、あとは複数の鉄製持ってるキャラクターで、腐りづらいですし、まあ、ユグドラシル、プルメリアみたいな複数の鉄製持っているところとか、ハイビスカスみたいな最適クラスの活躍をしているとか、まあ、その辺嬉しいですし、超級とか近畿みたいなそういうクエスト、バカむずいクエストにハマってる通常キャラもいるんで、通常もなんやかんや狙った引きづらいですから、ここで引けたらいいですよね。とかアザトースとか僕狙ってますわ。こんなもんですからね。あとは人によると言いますか、まあ、本当に広く捉えると未所持モンスターなんやかんや全キャラクターチャンスあると思ってるんで、まあ、本当に甘く見たら未所持引けたらいいと思います。はい、という感じで短いですけども、ざっくり説明するとこんな感じですかね。で、通常キャラに関してはまだまだいるんですけども、キリがないんで、まあ、これに関しては僕今投稿している非限定強キャラ10選っていう動画ですね、こちらを参考にしていただけると。まだ終わってないですけど、全然非属性だけですけどね、今後他の属性出していくんで、こちら見ると通常キャラの当たりがわかります。ちなみになんですけど、自分語りすると僕の狙いはトゥーフォーエクスカリバーですね。動画投稿してるのはさっき言った強い3分の2持ってないっていう状況なんで、ここ狙ってあとアザトース欲しいなっていう強欲ですけど、頑張りましょう皆さん。割と誰にでも訪れるまたとないチャンスなんで、ものにしましょう。まあ、よかったらコメントなんか皆さんの、まあ、去年のアゲインガチャの結果とか、今年のアゲインガチャの狙いとか、いろいろお待ちしております。あと、ついでチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで、毎日放送とか投稿してるんで、よかったら登録していただけると、これから頑張っていくんで、どうか、よろしくお願いします。では、ご視聴、ありがとうございました。さよなら、さよなら。